それですから私はここで日本政府は大胆に立場を変えるべきだと、うん、日本政府としては尖閣問題に関してはこれは領土問題じゃない、日本が実効支配してるし歴史的にも国際法的にも日本領ですよと、うん、それだから今までは中国は何を言っても一切取り合わないってことだったんですね、うん、これからそうじゃなくて、いや何か言いたいことあるなら言ってきなさいと、論破しますからと言って、うん、交渉には応じた方がいい。それで客観的に見るとそうすると領土問題として認めてることになるんですけども、うん、そういうやり方でやって中国に対して、うん、じゃあ文句あるんだったら ICJ 持ってきなさいと、うん、国際司法裁判所に提訴しなさいよと、はい、中国絶対できないですから。どうしてか、フィリピンやベトナムとも全部ケースを抱えるんですから、はいはい、南沙諸島の問題ありますもんね。それからと国際司法裁判所の決定に従うって形になると、中国はあれだけの人権弾圧やってますよね、はい、人権問題での干渉が強まると、うん、この危険性があるということで非常に嫌がりますよね、うん、チベット問題とかもこれ出されますよね。そうです、うん、ですから国際司法裁判所の挙げてもいいんですよっていう形で日本が、うん、カードを切れば全然恐れるのは大しないんですよ、うん、ここで注意しないといけないのは、これもまた自民党なんですけど、自民党はいやこれは尖閣に関しては領土問題は存在しないって形で毅然とやるべきだと、日本の立場と、うん、じゃあそれでダブルスタンダードだと言われた場合どうなるのと、うん、そもそも自民党政権の時の棚上げしたツケが来てるんでしょと、うん、外務官僚はですね、うん、領土問題存在しないって言いたがるんですよ、うん、どうしたと思います？やりたくないから。存在すると交渉しないとなんないでしょ、うん、めんどくさいでしょ、うん、そうすると毅然たる態度で断固領土問題は存在しないとなりますと言ってりゃ何もしないですもんと、うん、こういうことなんですよ、うん、給料分の仕事連中にさせないといけないです、うん、それですからダブルスタンダードに日本が攻撃されるのは明白でしょ、うん、その時には重要なのは、うん、領土問題はないという日本政府の立場をずっといつまでも維持することじゃなくて、うん、尖閣の実効支配を担保して、うん、尖閣の主権を維持することなんですね、うん、そのために交渉する必要があるんだったらそれは交渉すればいいんですよ。私はそういうふうに思うんですよ。それで交渉して、はい、中国の漁船とか上陸ができないような枠組みをきちんと作るっていうことだと思うんですよ、はい、そして日本が尖閣に施設を作ってですね、うん、実効支配を強化するような方法っていうのは外交交渉を通じて実現するべきだと思います、うん、はい、これは国際司法裁判所の使い方ですね。日本は今回提訴しますね、はい、韓国のこの上陸イ・ミョンバク大統領のこの非難をしてこれは提訴すると言ってる。で中国はもしその尖閣問題は領土問題としてあると日本認めろって言うんだ、じゃあそちらの方が提訴しなさいよと言うべきだっていうことですね。ですから日本の方からとしてはだから我々何の問題なんですかと、うん、それで向こうが何か言ってきたら、うん、そんなのは全く根拠ないでしょと、うん、じゃあ出るとこ出ますかと、こういう姿勢でやると国際司法裁判所に訴えなさいよ、うん、訴えられるんならねっていう態度を取ればいいってことですね。そういう態度を取ればいい。